本日パナソニック教育財団の平成28年度の成果報告会ということで全国各地の女性対象校や財団の専門委員でいらっしゃいます大学の研究者の皆様にご出席をいただきましてそしてまた文科省からは磯課長様をはじめ多数の方々にご臨席をいただきましてこの パナソニック教育財団の平成二十八年度の成果報告会が盛大に開催できますことを心から御礼申し上げたいと思います私どものパナソニック教育財団の実践研究助成でございますけれども子どもたちの確かな学力あるいは豊かな人間性を育むということを目的にいたしまして初等中等教育の学校現場を対象にいたしまして ICT を活用して なな教育課程ののの改善に取り組む実践的な研究をを支援すするるといいいう形の助成制度を設けているのでございます私どもの財団設立以来継続的に実施をさせていただいておるわけでございますけれども今年で第42回を迎えるわけでございます。本日は一般女性の中から選ばれました優秀校の皆様方とそして特別研究指定校の皆さんにお集まりをいただきまして 実践研究の取り組みとその成果をじっくり伺いたいというふうに思っております。助成機関が2年間の特別研究指定校につきましては2年間の取り組みの過程あるいは成果こういったものをご発表いただきます。そして研究内容だけではなくて取り組みのノウハウでございますとか成果の定着と普及の方法などについても 他の学校の参考となったり、あるいは地域のリーダーになっていただいたり、あるいは全国的なモデルの学校にもなってほしいということを期待しているのでございます。また、あの昨年から新たに始めた取り組みでございますけれども、これを本年も継続いたしまして、女性機関が1年間の女性一般女性の学校がまとめられた研究成果の報告書を、大学の研究者の先生方に、 評価いただくということも今年はやらせていただいているのでございますで本日はその中の優れたものを表彰して代表校に発表いただきたいというふうに思っておりますさらに本年新たな試みといたしまして優秀校の中から1校を選ばせていただいて本年度の特別研究指定校ということで選ばせていただき助成をしていきたいというふうに思っているのでございます それからもう一つ本年でございますけれども、新たに共同研究の成果報告もしていただきたいということで、学校だけではなくて、私どもの財団と教育委員会、自治体が共同で研究を行う仕組みを作らせていただいておりましてです、ね、本日は東京都の墨田区と埼玉県2つの教育委員会の成果報告をしていただきたいというふうに思っているのでございます。まあ、この成果報告会におきまして、 特別研究指定校とそれから一般の女性校それからまあ多様な他の学校での取り組み等をその成果を多くの方々に知っていただいてですね全国各地でこの実践研究がさらに充実発展していくことをまあ心から期待したいというふうに思うものでございます。皆様方もご承知のように、に文科省や中教審おきましては、 新しい学習指導要領の改定の動きも大きく動いているわけでございます。今朝の長官にも載っておりますけれども、学習指導要領を改定してですね、新しい時代に必要な資質や能力を育成していく子どもたちのために、それがあ狙いでございますけれども、今回特にその何を知っているのか、何ができるのかということだけじゃなくてです、ね、その知っていることを、あるいは自分でできることをどう使っていくのか。 最終的にはその成果をどのように社会や世界と関わってその人、子どもたちの人生をより充実させたものに変えていけるかということが大きな狙いになってくるんではないかと思うのでございます。新しい学習指導要領ではアクティブラーニングといった視点も非常に重要だということも言われておりますしそれからまだ近い将来、高台,高台接続といいますか大学入試も大きく変わってくるわけでございまして。この 教育課程の流れやあるいは大学入試の動きこういったものの中でですね私はあの大きな改革の中で ICT というものが非常にまあ従来にも増してですね重要な役割を持ってくるというふうにまあ確信をしているのでございます、えー、大変あの小中高大通じたですね、えー、重大なまあ課題になってくるのではないかと、まあ、そういった意味で 各学校におきます ICT の環境を整備していくことも必要でございますしそれを使う教員や子どもたちの ICT の活用の技術こういったものもまさに緊急かつ重要な課題になってくるんであろうというふうに思うわけでございます。私どもパナソニック財団教育財団といたしましてもで,す、ね、できる限りの努力を続けまして学校現場におきます ICT 教育の推進を支援をしていきたいというふうに思っているのでございます。 さて女性校の皆様方にお願いしたいと思うのでございますけれどもこの皆様方がまさに日夜努力してこられました実践研究の成果をこれを定着させることとともにですね普及していく地域やそ,のそれぞれの地域や教育委員会によって普及していくという取り組みをですねこの指定が終わって女性が終わったからこれで終わりというんではなくてですねそれをさらに引き続き継続的にです、ね、より高いレベルを目指して 努力していいいたただければ本当にありがたいと思うのでございます皆様方の日々の学校現場におきますますますのご活躍と皆様方の取り組みの成果がより多くの学校に広がっていくことを心から記念いたしましてですね私どもパナソニック教育財団の実践研究女性が子どもたちの学びに資するということを心から記念いた,いたしたいと思うのでございます。最後になりましたけれどもご関係のの皆様の 引き続きましてのご支援とご協力そして大学の研究者や先生方に対しては私どもに対するより一層のご指導をお願いいたしましてですね、私のご挨拶をさせていただきます今日は本当にありがとうございましたどうぞよろしくお願いいたします